岡を探してます。タピオカ。皆さんこんにちは、浜根先生です。今日はタピオカを手書きします。わかりました。ブルプルというタピオカドリンク専門店で購入しました。はい、それではブルプルのタピオカドリンクチャイミルクティーをまずは飲んでみたいと思います。テイクアウトにしたので自分でストローを刺す儀式をします。いきます。いきます。飲んでみます。ちょっとシナモンの味がしますね。タピオカ自体はすぐはちょっと大変な気がします。それでは全部飲み切る前に現物を見て手書きするというものから始めていきたいと思います。スケッチは 2B などの鉛筆で行います。着色は不透明水彩絵の具を使用しました。仕上げに鉛筆筆ペンなどあると良いでしょう。カリグラフィーはカラー筆ペンを使っています。今回のノートブックはモレスキンのものです。まずは下書きからです。現物を見ながら 2B などの鉛筆で書いていきます。タピオカを書くということはすなわち入れ物を書くことですよね。ですので工業製品は繊維を使ってしっかり下書きをすることで仕上がりにだいぶ差がつきますよ。入れ物の形を書いたらロゴの部分に取り掛かります。時々現物を手に取ったりして細かな部分を見て書き入れていくと良いでしょう。あとで輪郭線を不透明水彩絵の具で入れていきます。次はペン入れです。カリグラフィー用の金属ペンを使って文字部分を書いていきます。小さな文字は全てはっきり書く必要はありませんので、なんとなく雰囲気で OK です。ワンちゃんのお顔部分を書いていますが、後で色を入れた時にその部分はまた消えたりしますので、この部分は何度も書き直すところです。次はロゴの周りの植物部分を書いていきましょう。下書きをしてありますが、時々現物を見て大体のバランスをチェックしながら書いていきます。このように色も入れていくんですけども、ぜひですね、現物を見て、あ、このぐらいの色なんだなってことを不透明水彩絵の具で調合する楽しみというのもあります。主にこの色は緑と水色を混ぜ合わせて作ってみました。タピオカを買うとただ飲むだけだと思うんですけども、このようにじっくりと向き合うことで新しいデザインを自分の中に取り入れることができ、自分のクリエイティブな引き出しが増えるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。続いて着色です。不透明水彩絵の具を丸筆につけて塗っていきます。ここでも現物を見て絵の具の色を調合してみてください。ノートブックは書きやすい位置に回していくと良いでしょう。別の紙にタピオカの色を作ってチェックしました。仕上げには鉛筆や筆ペンなど絵の具以外のものを使ってメリハリをつけたり、細かいところをちょっと書き足すといいでしょう。このイラストは全てを写実的に見せたいわけではなく、雰囲気で軽いタッチでいいよっていうようなスタイルを考えています。こちら、筆ペンの極細で目を入れていきます。あとで白ホワイトを入れるのでまん丸で OK です。目を描くときはね、緊張しますよね。このワンちゃんはお目目が離れていると。でイラストなので現物そっくりでなくてもいいと思います。ちょっとね、ここ可愛らしく誇張したいなとか、ここ見せたいなってところを大きくするなど、自分らしさを出していきましょう。はい、それでは完成したページを見てみましょう。じゃん、ワンちゃんがね、すごい可愛いデザインです。こちらは不透明水彩絵の具をメインに、仕上げに鉛筆や筆ペンなどちょこっと使いました。最後にこちら、モダンカリグラフィーを
2本の筆ペンを使って書いています。その技法がこちらです。それではカラー筆ペンのグラデーションレッスンです。今日使う筆ペンはトンボの ABT というものです。こちらツインタイプになっていて、筆ペンブラッシュ芯、こちらが細芯ポリエステル芯、約 0.8 ミリとなっています。まず書いてみましょう。こちらのブラッシュ芯の方では力を入れないと細い線が書けます。だんだんと力を入れてみましょう。もう少し太く、このぐらいまでは太く書くことができます。ツインペンの反対側の方、細芯の方は同じ太さが書けるので安定した細い線を書くことができます。で、今回のグラデーションではクリーム色とターコイズブルーのような色ですね、こちらを用意しました。薄い方の色で書きます。濃い色のインクをパレットなどインクを吸い込まないものにこのように塗ります。そしてこのブラッシュ芯の方で今つけたインクをペン先に取りまして、そして書いていくと、最初はブルーが出るんですが、だんだんと薄いこのクリーム色の方が出てきます。少し文字を書いてみましょう。インクがなくなったら豆に足します。で、ここが汚れてしまったのが気になる場合は少し落とすと元の綺麗な色になります。では書いてみましょう。今モダンカリグラフィーのポップスタイルを書いています。だんだんとクリーム色になるのがわかります。また豆につけて書き進めると良いでしょう。違った色の組み合わせも見てみましょう。ピンクと、紫です。濃い方の色をまずパレットなど吸い込まないものに塗ります。薄い方の筆ペンのブラシの方で先端にインクをつけて書きましょう。色の組み合わせによって雰囲気が変わります。同系色にもいいですし、反対色にしたり何色か混ぜて使ってみるのも面白いと思います。ぜひ試してみてくださいね。それでは実際に作品に書いているところを見てみましょう。薄い方のクリーム色のペンを使ってモダンカリグラフィーを書いています。濃い方のカラー筆ペンのインクをパレットなど吸い込まないものにつけていきますね。そして薄い方の筆ペンの先にちょんちょんとつけて書き進めていきます。豆につければもっと水色の濃いところが出てくるので、そういうのも調節してみましょう。愛の点は絵の具で黒丸を描きました。もちろん初めての方がいきなりやるのは大変なので、もう少し小さい手帳を用意してカラー筆ペン数本だけで仕上げるというのも一つの手です。召し上がったタピオカのロゴを大きく書いたり、ちょっとした言葉を書き添えたりして、どんどんページを増やしてタピオカノートなども楽しめるのではないでしょうか。こちらがタピオカノートに使った筆ペンです。制作風景は TikTok で撮影しています。 SNS 発信にもタピオカノートはきっと役に立つことでしょう。はい、動画いかがでしたか。ぜひちょこっとでも手書きの世界始めてみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。さようなら。